レジャーハウス宮崎です。こんにちは。今日はメンテナンス講座の、続編ということで、チェーンの、掃除の仕方についてご紹介したいと思います。で、まず用意するものなんですけど、まあ、いろいろな溶剤がありますけど、ワコスの今このチェーンクリーナー、これが結構使えるので、これを使っていきたいと思います。合わせて、チェーンきれいになった後に、チェーンルーブでですね、まあ、油をあのチェーンに刺していただく必要があるので、このチェーン油、これが一つ必要です。あと、まあ、こういったブラシが、まあ、ワコスの場合こうね、チェーンクリーナー買うとこれついてくるんですけど、こういうブラシがあるとよりいいかなと思います。それとですね、まあ、あとはウェスなんですけど、これはあのコストコで買ったあのものなんですが、結構あのなんていうんですかね、きちんと油を拭き取ってくれるし、あのかつ値段もお手頃なので、これをおすすめしますが、この布で、あと気になる方はあの手袋ですね、していただくといいかなと思います。では早速、チェーンの汚れを取っていきたいと思います。それではまず簡単にこのチェーンクリーナーを、まあ、吹きかけていきます。で、その後にこれでこうやってね、こすっていきます。こうやって擦っていきます。よいしょ。で、ある程度やったら、このねウエスでこれをこういう風にあの拭き取っていきます。分かります？もうこれだけで、今ここ拭いてるんですけど、こことその先、ここではもう全く色が違うのがお分かりいただけますでしょうかね。ここの部分とこの部分でもうすでに色が違ってます。それだけあの簡単に落ちます。で、グイ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 、これであとは拭き取ってきます。結構すごいでしょ。まあ綺麗だったのはこのぐらいの今汚れがついてます。で、本来なら後ろの車輪外して、まあ、ワークスタンドみたいのにあのつけてあげると、まあかなりこういうところにもつかないし、作業はスムースにいくんですけど、まあ今回はちょっとしたあのディスプレイスタンドみたいのを使って、ホイールは外さないで簡単にできるやり方をご紹介してます。これで、こんだけ汚れが取れました。ちょっと見ていただくと、もうかなり新品に近い感じのね、色になってきてるかなと思います。で、あとまあちょっと飛び散っちゃったりとかしてる場合には、ここのねチェーンステーをまあ拭いてあげたりとか、まあしてあげていただくといいかなと。あとはこういう、プーリーとかね、こういうところ少し汚れが詰まってるので、少しここも
合わせて拭き取ってあげるといいかなと思います。で、まあチェーンリング、フロントのチェーンリングのところもちょっと合わせて拭き取っていただくとなおいいかなと。で、タオルをこういう、あの内側にね入れてあげて、まあこういうふうに内側の汚れも合わせて取ってあげるとかなり綺麗になりました。で、これのいいところは基本的にそんな下にこう今ね油が飛び散ったりとかもしてませんし、垂れるっていうこともないので、基本的にウエスト、まあこのブラシと溶剤で、溶剤もそんなに今かけてないです。まあご覧いただいたように、まあ、プシューってやったぐらいなので、それだけでもうここのね状態まで、綺麗になりますので、十分あの少量で、できるかなと思います。で、まあ、ある程度綺麗になってき、たら最後に必ず忘れずにね、ルブをあのチェーンルブを刺してください。で、このチェーンルブの、まあ、使う時にはですね、よくここに書いてあります、よく振ってって書いてあります。まあ中で油がね、攪拌しちゃっているので、攪拌しないといけないので、よくこう振ってあげてあげます。それでよく振りましたと。そしたらこれ、まあノズルがこういうふうにあるんですけど、結局ねここの部分に刺します。で、刺す量はシューッと刺して、多分こう白い液がね見えてると思うんですけど、これが下にちょっと垂れるぐらい、垂れないぐらいで止めていただくといいと思います。で、この状態で刺していただいて半日ぐらい寝かしてください。そうすると、油が中に浸透していってより効果が高くなりますので、まあ、大体こういうね感じにしていただいて、まあ、ちょっと気になるだったらちょっと下にこう布をね当てながら油を刺していただくといいと思います。頻度としては大体、まあ、300キロに1回ぐらいこの作業をしていただくといいかなと思います。これね時間にして多分ね5分、まあ、かかってないかな、5分10分ぐらいできる作業なので、今までねちょっとこうなんかすごく大変だなと思ってたこういうチェーン周りの洗浄も簡単にできますので、ぜひトライしてみていただければなと思います。で、これから先はちょっとおまけみたいなもんなんですけど、簡単にこういうマルチフォームクリーナーっていうのがありますので、これを軽くちょっと、フレームにですね、よくこれも振って、まあこう振りかけていただいて、これはもうブレーキとかも全然攻撃性ないので軽くこう吹きかけていただいて、あとは、ちょっと綺麗なねウエスもう一個用意してもらって、拭いていただくと、まあ、バイクの汚れが簡単に落ちます。これやるだけでもねかなり綺麗になります。まあ水をね使ってする洗車ができないケースも結構ね、まあ、集合住宅とかお住まいの方だとやっぱりあると思うので、水を使わなくても、まあ、ウエスとこの溶剤さえあればかなりバイクの汚れが綺麗に落とすことができますので、このマルチフォームは、おすすめです。結構こういう部分とかね、ボトルのドリンクが下に垂れてたりとかするとやっぱり汚れの原因にもなるので、こういうのをしっかり取っていただくと、まあ綺麗にバイクをすることができますので、これもおすすめです。まあ、全体に吹きかけていただけるので、特になんかどこの部品に対して攻撃性があるとかっていうことはありませんから、まあ、まんべんなく軽く吹きかけていただいて拭いていただくと、まあこういう感じでねかなり綺麗に、なりますので、ぜひこちらも合わせて利用してみてください。ということで、今日は、いくつかのね溶剤を使って自転車を綺麗にする、方法についてご紹介しました。まあ
各ね、溶剤在庫ありますので、もし興味がある方はぜひ店頭に出てね、またご検討いただければなと思います。非常に簡単にそんなに時間もかけずに、こういったねメンテナンスできますので、ぜひお客様の方でもね一回トライしてみていただければなと思います。あと私どもでもこの和光さんのね、ご協力を得て年に1回、クリーニング講座、開催しています。まあ、大体冬場にやることが多いんですけど、まあ、そういったものに興味があればまた連絡いただければ日程等もねお伝えすることができますので、そちらの方もぜひご検討してください。今日は、クリーニング講座の続編でチェーンの、洗浄の仕方についてご紹介しました。